今日皆さんに話したいは、未来の日本語がどんな形になったです。2020年ぐーにすごい可愛いからとか、数まで会うとかが可能になってきたわ。要言と体言が区別されないようになった未来の予兆だと考えた目です。あと、文がめっちゃ携帯のポテンシャルです。2100年ぐーにこれくらい普通に変化かもです。今日皆さんに話したいは、未来の日本語がどんな形になったです。 2020年ぐうにすごい可愛いがよとか、するまで会うとかが可能になってきたは、要言と体言が区別されないようになった未来の予兆だと考えた目です。あと部員がめっちゃタイプのポテンシャルです。2100年ぐうにこれくらい普通に変化かもです。